ドブロークスプレミアシップ前期第9節。このゲームの舞台はセルティックパーク、パラダイスという愛称で親しまれているこのスタジアムですが、セルティックサポーターたちのこの熱気、まさにパラダイス、楽園、素晴らしい雰囲気を生み出しています。この時間はセルティック対リビングストン、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。ボールを下げてリズムを作るか、縦に長いボール、いいプレッシャー、さあここから持っていく、スペースを狙った、ここはキーパー処理しました。中村がこのところは好調さを維持しており、開始前の表情からもその大きな自信がうかがえました。今日もスターティングメンバーとしてピッチでプレーしています。まあ動きを見ていても分かりますよね、はい、やっぱり好調なプレーヤーっていうのはキレがありますからね、最近はゴールも目立ってますし、彼のおかげでチームの調子もいいですからね、はい、非常にいい傾向だと思いますけどね。この柔らかいパス、中村、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ボールの奪い合い、激しいものがあります。柔らかいボール、緩いボール、足元のクロス、キーパー直接処理しました。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0。さあ北澤さん、前半で得点は動きませんでしたね。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていったでしょうね。ダドブロークスプレミアシップ前期第9節、セルティック対リビングストン、0対0のまま折り返します。キックオフ直後からテンポのいいパス回しで厚みのある攻撃ができていましたし、しっかりシュートで追われてましたよね。はい、先制点も非常にいい形から奪いましたね。高い位置からのプレスでボールを奪って、頭できた、ピンポイントで合わせてきます。最後崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のこの終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、未だスコアは0対0のままです。ゴールのとこ、ゴールのシュート、キーパー、中村、中村からのパス、中央へ、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。試合が動きます。ようやくですね。ディフェンスの寄せにやっていたんですが、モルトの先シュートゴールでした。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。今シーズン初ゴール、トレスト、激しいボールの奪い合い、ここでファウルがありました。イエローカード、
この柔らかいパス、シュートでシュート、止めた。いや、ファインセーブです。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。リビングストン、ここクリアで難を逃れます。ここは頭、これはわずかに右でした。そうですね、ここはタイムエンドホイッスルまで集中しないといけないというところですね。裏へのスルーパス、後ろへ戻して厳しくチェック、主審時計を見ながら長いホイッスル、1対0、セルティック貴重な勝利です。勝ち点3をものにしました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。今日一つ挙げるとすれば、やはりコーナーから生まれたゴールシーンですね。選手の連携を見ていてもチームワークの良さが光ってましたね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ラドブロークスプレミアシップ前期第9節、セルティック見事勝ち点3を得ています。